けで、はい、あ、まだねアリシアちゃんを引き連れておりますが、 ありがとう。ちょっとね背景変えたいのと、カスタムアイテムの、ちょっと待ってね、あ、アイテムじゃない、背景を変えたい。さてどこ行こうかな。シンプルす、あ、間違えてた、シンプルすぎる星空にしたい。シンプルすぎる星空、これね、うん、ありがとうございます。画面を見えるようにしたいので、よいしょよいしょ、ディスプレイを出します。見せない、よいしょ、はい、あ、見えた見えた、うん、よいしょ、あ、コメントは来てないね、よいしょ、ここにバあのディスプレイを出します、よいしょ、はいはい、あ、カメラがこんなところに、よいしょ、忙しい忙しい、この辺にオーナーのとこ、あー画面いじっちゃった、あー、でも位置どうしようかな、これ、よいしょ、星が横になんないとこの方がいいよね多分これね。あ、アリシアちゃんずっといるから一回片付けよっか、一回ちょっと全部片付けて、よいしょ、はい、星がちょっと待って、一回全部片付けようかな、位置が、よいしょ、あ、大丈夫ですか、見えてる聞こえてる、今ねあの画面映しましたけど、はい、大丈夫かな、よいしょ、大丈夫か、大丈夫、これで位置を、あ、待って、まだね画面が読み込めてないから、読み込めたらあれしますね。あららさん、ありがとう、画面見えてる、あ、よかった、あ、ちゃんとねコメントも出てきたね、はい、そう、今ねちょっと背景読み込むのに時間かかってますけど、ちょっとお待ちをね、今ねちょっとあの、あー、読み込みが、あ、危ない危ない、大丈夫、今固まりかけた、よいしょ、おー、あー、バラありがとうございます、あれ私違うところの場所にしたのに、ありがとうございます、あの桜になっちゃった、あ、そう、桜じゃなくって、あ、消えた消えた、そう、桜の後に、そうそう、あ、そうそう、星空にしたの、あ、すごい超シンプルだね、ここだったらもう前も後ろもない、あ、でもこれ星がやっぱここの向きだと横になっちゃうのかな、ちょっと位置変えてみるね、よいしょ、すごいな、ここ本当に超シンプルなんだけど、あの本当プラネタリウムのみたいな場所で、あ、あそこにいっぱい星が残ってるけど、そう、なんかねプラネタリウムみたいな場所ですね、ここ、あの、ま、青いスペースに周りがぐるっとドーム型に星空、ちょっと誰か星降らしてくんないかな、なんかあの向きがどちらかわかんないんだよね、よいしょ、星が横にならないようにしたいんだけど星が集まってる、あ、ありがとうございます、あ、これ横になっちゃうね、こっち向ければいいのかな、これで正面になる、あ、よかったよかった、ありがとうございます、これで正面になるね、この辺持ってくるといいかな、あ、あれ、なんか向きが様々ですが大丈夫かしら、これ、あ、私が横向いちゃったのかな、難しいねこれ、こうか、こういう感じ、あ、あ、なんかいろんな向きに星が、あ、私があちこち向いたからかしら、うん、これだとでも大丈夫かな、ありがとうございます、もうちょっと下げる、うん、向きが難しゅうございます、あ、バラと私のネームプレートが、よいしょ、持ってこよう、あ、両方持つのって無理なのかな、これ、あ、アイテムを2個持って移動したいんだけど、あ、できたできた、両手に物を持って移動するのが難しい、これ、あ、来た来た来た、うん、あ、
54日連続出た、ありがとうございます。かこれモニター見ると鏡に見えちゃうんだよね。よいしょ、はい、連続ありがとうです。よいしょ、ほんとここちょっと何もない寂しい空間だけど、逆になんだろう、軽いのとあれかな、あのいろいろ物を出しがいがあるみたいな感じかな。ちょっと下げたいな。よいしょ、まあ、この辺よいしょ空中のお花、あ、これだといい具合に足まで見えるかな。どうですか、綺麗でしょ。うん、あ、オープンありがとうございます。あ、これで正面の方向くかしらね、 あの星とかアイテムが。よいしょ、こんな感じで、おびちゃんもあの今準備できたので入れるタイミングで来ていただいて大丈夫です。その前にじゃあ一曲歌おうかな。そう、鼻の隙間から見るのができないからちょっと大変なんだけど、よいしょ、たったん、はっはー、はっはは、よいしょ、今日もミニチュア置いとこうか、ミニチュア、はい何歌うかな。もう見えないぞ、本当に私目悪いんだね、 iPad 見るのが結構精一杯。ああ見えない、あ、あ、星さんありがとう、かおりさん今ね目悪い目で一生懸命ね隙間からねあの見てるんだけどね、あ、本当に本当に見えない。なんとなく歌いたいからこれにしよう。渚の墓標ね。あ、ジュンさんありがとう。風香るこの季節、君は今も変わりございませんですか。君とたどった道のりを今は噛みしめながら思い出す。砂浜に刻んだ君の名前を波がさらう。あふれる本当は夢を見てて。
ごめんなさい、トツオッケーしてたんだ。なんかね、びっくりしちゃってたらごめんなさいね。はい、ちょっとご挨拶すればよかったね、せっかく来てくださったの。秋野さん、ごめんなさい。せっかく来てくださったのに、なんかガンムシで歌ってたみたいになっちゃった。ちょっとびっくりした。ありがとうございます。よいしょ。はい、アイテム。ちょっと待ってね。あ、皆さん、あ、聞こえました？歌ね、ディスプレイ、あ、パチパチありがとうです。あれ、ディスプレイじゃないや、間違えちゃった。あ、ディスプレイで合ってるよね、見せない、えい。なんかさっきの秋野さん、ごめんなさい、本当に。よいしょ、おびちゃんはもう入ってきて大丈夫です。はい、というわけで、あー、星ありがとう。これで今ちょっと私、デスクトップ画面が見れるようになったんで、皆さんが見れます。はい、というわけで、よいしょ、音楽、よいしょ、この辺。あー、ありがとう。今ね、あ、てかここ本当に今何ポイントっていうの見えたいのに、なんでね、配信者はね、あと何ポイントばっかり出てくるの。はい、目標達成まであと16,060って、逆算しなきゃいけない、184,000ぐらい今ね。はい、よいしょ、置いとく。あー、ありがとうです。ちょっとなんか大きな星1個置いとく。大きな星置いとく。なんかね、弾き飛ばしちゃうねこれね。あ、邪魔かこれ。大きすぎて邪魔かこれみたいな。はーい、あ、ゼータパオンさん、ありがとう。面白い。あー、ありがとうございます。そう、コメントはやっぱコメントごと落ちてくるんじゃなくって、その吹き出しで出てくるのが一番塩梅が良いね。ありがとうございます。はい、これ一回ね、重力奪ってしまう。あ、ハートありがとう。あ、そういえばさ、アイテムを吸い寄せられるようになったらしいんだけど、新しい、あ、ベータにしないとダメなのかな。あのね、ガンってぶつかって拾えないんだよね。よいしょ。よいしょ。あ、拾えた。よかったよかった。はい。じゃ、ハートはちょっと大きくしとこう。あ、ありがとうございます。よいしょ。ありがとう。50カウント皆さんありがとうです。あ、おびちゃんもちゃんとカウントしてくれてたんだ、ありがたい。ヒュー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 。今日ちょっとね、物出して遊ぼうかなと思って、もう1時間ぐらい目処にやりますね。はい、1時間やってカウント枠やって終わりみたいなぐらいの気持ち。あ、またね、ツイート忘れちゃった。もうね、これ中からツイート、あ、写真撮ってツイートすればいいんだな。はいはい、よいしょ、待って、写真撮るよ。アイテム、よいしょ、カメラ。これね、ビヨーンってなるようになったの。これすごいでしょ、これ一気に見れる。よいしょ、アイテムがいっぱいだから。あ、そういえばさ、この中の音聞こえてないね。あ、もしかして、待って、私中の音聞こえてない。ちょっと待って、今気づいた。さっきの方話してくれてたけど、私気づいてなかったかもしれない。ごめん、ちょっとね、ピコーンって音とか全然聞こえてないから今。あー、大丈夫かなこれ。よいしょ、見えないよ、マジ見えないよ。よいしょ、あ、ダメだ、 LINE になってなかった。これでなるかな、こ
これで聞こえるかな、ちょっと待って。あ、聞こえた聞こえた。さっきあのデスクトップの音入ってなかった、大変申し訳ない。よいしょ、これで。わー見えない。あ、キランキランってやっと聞こえる。あ、これで大丈夫かな。あー、キランキランって入ってきたけど、デスクトップの音ちっちゃいかな、ちょっと待ってね。大丈夫かな。わー、ありがとうございます。あー、なんてこったい、なんてこったい。とても私は音を、デスクトップの音を流してないという大失態。すごいな。ありがとうございます。ね、ちょっと大変な。よいしょ、よし、これで写真撮ってアップすればいい。よいしょ、よいしょ、この辺。あ、位置が難しい。一つ選ぶとバーチャルキャスト落ちちゃう。あー、なんで、どういうこと、どういうことなの。ちょっと待って、ここ ID 合ってるよね。ちょっと待ってね。一つシステム、なんかさっき人来たよね。でもスタジオ設定じゃないの。ね、 ID をコピーってあったんだよな。スタジオ ID コピー、今コピーしました。もう一回貼るね、おめちゃんのところ。あ、鼻から見えないの超つらい、これ。よいしょ、ここに、ま、もう一回貼るね。これで合ってるかな。あ、やっぱ一緒だ。なんだろう、おめちゃんを弾き飛ばす私。でもさっき人入ってきたもんね。どういうことなんだろう。よいしょ、うん、もうちょっとやってみますんで、はーい、ちょっとね頑張ってみて。そう、さっき人が入ってこれたってことはできるってことだもんね。だってね、よいしょよいしょ、これね、カメラの位置が難しい。よいしょ、こんな感じ、こんな感じで撮る。で、これで遠いとシャッター切れないから、ここであの、マウスを使うんですね。マウス。これほんといっぱいあるから大変なの。マウス。あった。ポインターね。ポインターね。はい。これで、よいしょ。あ、ポインター、見えてるか、みんな見えてるか。よいしょ。写真には映んないんだ。はい。あ、間違えた。長押しで10秒タイマー、こんな感じ。 3,2,1 カシャ。はい、これでツイッター投稿すればいいね。始めたらツイッター投稿投稿する。えい、オッケー、これで大丈夫なはず。カメラがここにずっとある。よいしょ、よし、はい、バーチャルキャストから配信してるよって投稿できました。こんな感じいいでしょ、映せました。イエーイね。今の私激写で、はい、で、あのシャープミリアライブ小文字でね、やって、あのバーチャルキャストじゃないや、ツイッターに投稿すると、この中に投稿の文字が出てきて、画像を添付すると画像がこの中にね落ちてくるっていう、すごいね。よいしょ、あ、めっちゃポインターが見える。よいしょ、はい。ポインター浮いてる。ちょっとこれ簡単に削ったらいいんだけど。よいしょ、はい、じゃあこれちょっとここに添えて。よいしょ、すごいなぁ。メサイアさん、そう、VR はすごいんだよ。ね、ぜひ。ちょっと機器を揃えるのが大変ですけどね。これもね、ビヨーンって。すごいなぁってなります。よいしょ、よいしょ。こんな感じでね、ありがとうございます。あはは、浮いてる。ありがとうございます。シュルルルーン。あ、手品のようなことができる。あ、ピュー、はい、という感じですね。
ちょっとなんか遊んでみたいアイテムをちょっと出してみようかな。よいしょ。ちょっといただき物。あ、ここ、貢ぎ物スペースで。貢ぎ物スペース。ね。お、私も VR やりたいな。そう、機器揃えるのちょっと大変だけど。まあちょっと。あ、いいね。いいね。ありがとうございます。お、いいね。来ました。よいしょ。これもちっこくして。ちっこくして。よいしょ。あの、貢ぎ物スペースに。貢ぎ物のスペース置いときますね。あはは、面白いこれ。はい、こんな感じ。はい、でですね、今日はちょっと試したいものを順番に出していくんですけど、いろんな方がね作ってるアイテムがあるんですよ。で、気になるやつをねちょっといくつか出してみようかな。お、これコメビュー。あ、コメビュー。あ、なんか真っ黒だわ。すごい、なんか見えるのこれ。あ、小判。あ、小判ありがとうございます。あ、なんかここに米ビュー出てるけど、みんな目は見えないやつかな。あ、かわいい、ありがとうございます。千万両だって、すごくない？これもミニチュア化してこのスペースに並べていくスタイル。貢ぎ物らしいものてか、これなんだろう、コメントビューアーが、あ、そうで、このコメントビューアーはここのねネームプレートを自動で並べ替えてくれるらしい。すごいよね。え、面白いんだけどこれ。え、みんなこれ見えてるの？ここのコメビューアー見えてるの？ちょっと待って、よいしょ、 OBS で見てみよう。よいしょ。あ、ここみんな映ってるの？え、あ、なにこれ、面白いんだけど。てか、この黒いバンは何？あ、ここに映ってんの？あ、そういうこと？こんな風に、こんな風に映るの？これみんな見えてるの？これは。おお、面白いね。上は判定していますが見えてます。多分これね、私が見えるようですね。これ私が見えるようで、これこっちは皆さんが見えるようかな。そうね、すごい、これコメビューだ。すごいね、みんな用のコメビュー、こうやってこういう感じ。すごいね、コメビュー。あ、斜めちゃった。そう、こういう風に使うのかな、これ。そう、 VR をやるにはパソコンは最低スペックどれぐらい必要？ですね、あの、やりたいものにもよるけど、だいたいCore i5 のいくつだろうの、グラブはね、 VR チャットやりたいなら RTX の1060は必須って言うけど、私それだとギリギリで火吹いてたんで、願わくば2070とかあると快適。今2080にした。で、メモリは16ギガ。8ギガだとだいぶきついと思う。で、まあ、そういう感じですよね。そうそうそう、あと回線の強さ。てか、これ面白い。これよく見える、とっても。お、キンタさん、はい、コメリア。え、なんかコメントとか、すごいな、これ面白い。こういう感じ、コメントビューはみんなにもこれ見える。ただなんかここにいる皆さんは、あの、ショールームから見えてるから大丈夫かな、これね。でもこれすごい、あの、なんか、なんていうの、他のアイテム使わないで見れるから良い、これ。で、こうやって見てると、私はすごいはっきり皆さんのコメントが見られるという。面白いな、置いとこうこういう使い方なのね、ちょっと分かった。わー、すごいすごい、50、ありがとうございます。うん、え、50って、あ、カウントも出てくるのかな。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。イエイイエイ。今月、あの、なんだっけ、アバイベをやっています。1ヶ月ので、今ちょっとね、18万ちょいなのであの、今月中に50万いかないといけないんです。頑張ります。 ありがとう。この星を待っていたみたいな。
ありがとうございます。ひとまずフルコース完了しております。ありがとうございます。イエーイ。ちょっとこれハート大きいからちっちゃくします。あのここに置いてあった お茶のペットボトルを攻撃してしまった。あ、なんかちっちゃくなってまた大きくなっちゃった。これあ、塩梅が難しい。これね、チュー、これが限界かな。はい、ありがとうございます。わいわい。あ、ジュンさん、ジュンさんってあのジュンさんかな。ジャキョットさん、コンビニア、ごめんなさい、寝落ちしたらごめんなさい。全然大丈夫ですよ。明日も早いんですよね多分。全然あのお休みください。これの使い方ちょっと分かりました。はい、へえ、面白い。いろいろあの勉強になります。あ、ありがとう。えい、へえ、このなんかね、と透明の文字良いですよ、すごい。あ、これ裏、あ、これだとみんなに普通に見えるのかな。これね、すごい良い。あ、これはとっても見やすいな。このね、後ろが黒い空間で見るにはとても綺麗によく見える。お、これちょっと上に置いといて、コメントの振り返りに良いですね。投げられるだけ投げます。あーい、金太さんありがとう。今ここに貢ぎ物スペースがバーチャルキャスト放送は初見です。あ、ジュンさんありがとうございます。こんな感じでできます。ジュンさんぜひいらしてください。あのいろんなデフォルトアバターもあるし、あ、皆さん、ジュンさんはですね、あの札幌仲間のあのなんて言うんですか、 XR ミーティングとかでねお会いしている方で、あ、ダイムさんありがとうございます。花束も ありがとうございます。わーわーね、一回大きくしてから貢ぎ物エリアに置く感じでね。はい、そう、じゃん、あー飛ばしたこれ飛ぶんだよね。はい、ありがとうございます。そうそう、あのジュンさんは芸術者の方になるのかしら、なんかねいろいろとされてる方でね、あの最近バイオリンを習い始めたそうで、はい、これから一緒になんかやろうよって私が勝手に誘ってますけど、やりましょう、せっかくなのでね、でせっかく VR に入ってこれるあの演奏者の方なので、ね、あのバイオリンをぐんぐんこれを機に上達していっていただきたいです。私は全然弾けないんですけど、はい、かわいいだるま、かわいいよいしょ、練習はしてます。はい、今度あのなんだっけ、別の曲をまた、あ、今流れてる曲とかね、あの私よく演奏するのであのお送りします。はい、よいしょ、まあ、あの練習曲にしていただけるとなるのかな、練習曲にあ、かわいい、これね、もうほんといつ見てもこのちっこいお花がねかわいいんですよ、これね、これ頭につかないけど頭につかないけど、はい、ジュンさんもぜひあのバーチャルキャスト入ってきてください。 VRC 入れるならきっと入れる、よいしょ、はい、ありがとうございます。この超スーパー貢ぎ物エリアね、はい面白いこれはい、オビちゃんはやっぱり弾かれてるんでしょうかね。ごめんね、オビちゃん、ちょっと待って、オビちゃんの様子を見れるかな。よいしょ、あのね、メガネだとこんなに大変だとは思わなかった。よいしょ、なんか入ってくるのが厳しそうな感じがあるので、もし無理だったらまたの機会かな。あ、おお、この星は、あ、ジュンさんレインボースター、ありがとう。これね、実はね100ポイントなんですよ、1個で。すごいね、とってもありがたい。これなんかね、最初のログインボーナス的なんて言うんだろう、始めたばっかの人がもらえたりなんかするやつかな。あとはなんだろう、有料アイテム買ったりとかね。そう、あの普通のログインじゃもらえないやつですね。よいしょ、ありがとうございます。強いアイテム、よいしょ、はい、うん、仕組みが分かってないでござる。そう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 、いきなりは難しいです。ちなみにショールームはですね、まず一人、なんていうの、 5種の星が無料アイテムであります。 5色で、それぞれ99個まで貯めれますね。はい、ありがとうございます。そうで、
一回誰かの配信、公式の配信を30秒ぐらい、視聴すると、各色の星が10個かける5種類集まります。ありがとう。で、それがね、99個までそれぞれ集められますね。で、ね、1時間の間に500個までしか貯められないのかな。で、1時間経たないとね、解除されないので、最初に星をゲットしてから1時間かな。そうそうそう。っていう仕組みになります。うん、なるほど。そう。で、それが無料ポイントですね。プラス0時、午前0時になった瞬間に、ボーナスポイント1種類、オレンジ、黄色だけ10ポイントもらえます。それはボーナスポイント。レインボーはね、多分ね、初めて間もない人が、なんか、何かこう、ミッションクリアじゃないけど、条件をクリアするともらえるやつだった気がした。プラス、あと、有料アイテム、課金アイテムをチャージする買うともらえるんでしたっけ、なんか、そのようなことを聞きました。はい。で、私は、このポイントをですね、今集めていて、画面の左下の方に、今参加している、アバーターイベントの、ね、なんかこう表示が出てると思うんですけど、それを今やってます。それで黄色だけ手持ちが多い。そう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 。0時になると10ポイントもらえるね。うん。ありがとうございます。で、私はこのポイントをですね、1ヶ月で50万ポイント集めようとしてて。そう。でもみんなやっぱ取るのに制限があるから、本当は私もこまめにね、時間を置いて配信するのが本当はいいんだけど。あ、リンゴありがとうございます。そう、っていう感じなんですよ。で、50万ポイントは今月中に集められたら、皆さんがね、皆さんアバターで来てくれてるでしょ？ね、ずらっと皆さんこうやって下に並んでくださってるけど、あのアバターを、好きなアバターに着替えられるんですけど、そのアバターを私が好きなデザインをしたやつを配布できる権利が手に入る。そう、まず権利がないと自分のアバターを配布できないんですよ。視聴者用アバターってやつね。そう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 。それを配布したいんです、今。うん。あるルームで配布されてるアバター。そうそうそう。皆さん今ね、着てる、いろんな格好してる人がいるんですけど、配布されてるアバター着てる人が多いですね。自分が推しの人とかね、気に入ったアバター着てる人が多い。そう、サーバーとの接続に失敗しましたばっかり出て入れない。あー、マジで。私もね、回線弱いとそれになるの。あー、じゃあもしかしたらちょっと、うまくいかないんだ。あー、ごめんなさいね。私も、ちょっと調子悪い時、それでいっぱい弾かれる。というわけで、今日おびちゃん入れないみたいなので、一人で頑張ります。あと15分ぐらいやってから、カウント枠になりますね。はい、ありがとう。ありがとう。そうそう。そう。で、ちなみにカウントっていうのは何かっていう話ですね。で、カウントは、そもそもが、コメントを1回すると1ポイントになるんですよ。ね？そう、1ポイントになります。コメント1回すると。で、そのコメントを、50回まで、50ポイントまで加算されるんですけど、なんか何回私発言したみたいになるじゃないですか、わかんない。で、その発言を、する代わりにですね、こう、数字で1、2、3、4って1個ずつ区切って、1、エンター、2、エンターみたいな感じで、半角数字で50までね、あ、また今度よろしくです。ほんとごめんね、おみちゃん。またよろしく、ちょっとまたチャレンジしてみましょう。はい。で、1、エンター、2、エンター、3、エンターみたいな感じでやっていく。うん。それで50までは、コメントのログに残んないんですよ。だから、それで確実に50ポイントまで、コメントのカウントがすることでポイントになると。で、それが、私の枠1時間の間に1回できる、その50カウントっていうのが。うん。で、1時間経った、1時間以上枠をやっていた場合は、私がそれを更新、もう一回ね、一回、終了してもう一回始めて更新っていうことをすると、また50カウントできるようになるんですよ。そうそうそう。で、
私がこの枠を続けて連続してやってると更新にならない、1時間経ってもそのままなんで、カウントしても加算されないんですけど、私が1回この枠を閉じてもう1回すぐ始めてねやれば、すぐでなくてもいいんですけど、1回閉じて始めれば、もう1回50カウントできるっていうね、ちょっとなかなか覚えるのが大変だけど、ね、皆さんが結構頑張ってくださってるそういうシステムになってます、ね、ちょっとハンディカメラでアップにしようかな。ここねみんな見えないけどハンディカメラが出てるんです。こんな感じ、そうそうそう、ありがとうございますね。はい、っていう、そう、把握よかった。私もねやっとね自分でその仕組みが分かってきて、説明がある程度できるようになってきたんですけどね、慣れるまではちょっと大変でしたね。あ、星がこっちに来ちゃう、そうそうそう、っていうので、なんだろう、結構1時間がこう一区切りのポイント、そう、星が取れるようになるのも1時間後だし、こうよいしょ、カウントできるようになるのも1時間。あ、ヒロさん、ヒロさんこんばんは、こんみりやー、ありがとうございます。今日はねなんかプラネタリウムみたいなすごい落ち着いた空間からお送りしてますね、うん、あ、この音楽めっちゃ合うね、青い、はい、っていう感じでお送りしておりますが、よいしょ、はーいコンビニアー、ありがとう。そう、で、そうで、イベントっていうのがね、ショールームでは結構頻繁に行われていて、わー、僕がいる、これ僕がいる、これ僕いるよ、はいかわいい。そうで、なんかイベントにね参加すると条件がいろいろあって、おう、それそれそうそうそう、イベントがねあって、それに参加して、例えばその期間内に1位になったら、なんかこう何かに参加する権利がもらえるとか、何ポイント以上を貯めると何かするもらえるとか、何かの権利がねもらえるとか、物がもらえたりもするし、何かに参加できたり、オーディションになってたりもするしっていうのがあって、私は今、あ、その皆さんが着る用のアバターの配布の権利をゲットするための1ヶ月みたいな感じですね、うん、っていう感じ、うん、配信の1時間以上前に星を各99個集めておくと、配信始まってからもう1回100個ずつ集めて投げられる、そうそうそう、なんかその星をね、なんかあらかじめ集めておいて、で始まってその見たい枠に行ってブワーって投げて、 そしてまた集めてみたいなねことをやってる方も多いです。はい、それもだんだん上級者になってくるとね、それが何百個で、千何百ぐらいできるようになってくる。はい、ありがとうございます。解説がこれすごいね、口で説明するの難しいんですけど、私も把握するまで大変でしたが、そういう感じですね。で、半に始めたんだっけな、そうそう、半に始めたんで、1時半過ぎたら更新かけて今日は終わりたいと思いますね。はい、というわけでもうちょっとね出してみたいアイテムがあるんですよ。よいしょ、ね、なんかこれプリン、プルプルプリンこれプルプルプリンってダメだ想像以上にプルプルしてんだけど、これあーやばい、このプルプル感笑う、プリン、そうプリン、ちょっとねこれは衝撃的なプルプルグリプ具合だったよね。美味しそう食べれるのかなこれてかね、持って歩くだけでほら、このプルプル具合見てさやばいこれめっちゃ動くそうこれそうなんだろうと思ったの。しかもあ、しかも体につくんだけど、ちょっと私と一緒に動くけど、ちょっと待ってこれほら頭につい、これさ頭についてもさどうしようって感じじゃないこれすげえプルプルしてる、見てこれお皿を突き抜けるプルプル具合これでもさ体の一部につくんだけど、どうしたらいいのこれ、弾力がすごい、そうえこれさ食べたいけど食べれないよねこれ、しかもお行儀悪いじゃんこれ体につくのどうしようこれプリン帽子やばいよプリン、そう
ね、ポリン衝撃の プリンボー、ほらさ、かわいい。これはちょっとこやばいねこれ。かわいい、かわいい、いただきました。はい、やばいこれ。はい、あ、荒ぶってる荒ぶってる、ちょっといいしょ、荒ぶってるか、ちょっとうまい具合にこの辺、あー、おかしてくれ、荒ぶってる、よいしょ。これある意味かわいいのかそれ。尊い、これは尊いの、すごとも、何すごとも。そう、これあ、尊いの、これ尊いの。ありがとうございます。このプリン作った人が尊いよね、ある意味ね。よいしょ、ちょっと落ちちゃうから、これよいしょ。このたまり具合がいい、これ衝撃のプリン棒をちょっと写真撮る、これ撮っちゃう、ちょっと待って、よいしょ。これはちょっとでもどうしようって感じがあるよね。似合う、ほんと、これで。これ衝撃のプリン棒写真に撮ってみる。うん、思わずスクショしたくなるね、これね、撮っちゃったよ自分で。似合う、いただきました。こんなのあるの面白いね。よいしょよいしょ、衝撃のプリン棒。はい、あ、なんか面白いね、ここステータスがこう増えてくみたいな感じ。この衝撃のプリン棒をアップするんですけど、アップしよう、せっかくなんでね。あ、間違えちゃった、配信終了しちゃった、違うよ、システム、ツイッター、衝撃のプリン棒投稿、うなんか赤文字出ちゃった、投稿できたのこれ。私がもしかしてなんか落ちてるってことないよねこれね。よいしょ、そっかそこにあるとミニアシャンにバフがかかってる。バフな、これはバフなんですか。どうしようこれね、ちょっとちっちゃくしてそこ置いとこっか。あ、ちっちゃくなんない、あ、これ大きさ変わんなかった。ブル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 、これ体にくっつくのどうにかして、これ体にくっつくね、そう、顔のあたりくっつくね、これ、ね、ほら顔にくっつく。こうやって顔にくっつく、これさ逆にくこういう感じ。ダメだこれ、大きさ変わんないなこれね。はい、というわけでプルプルプリンでした。ほんとこれはちょっと面白すぎた。これは面白すぎたね、ちょっと待って。一回硬そう、プルプルプリン、ちょっと面白すぎたから。あとね、タピオカミルクティーがあるね、タピオカ出てくるかな。あ、あれ3つも出てきたよ、タピちゃん。え、なんで3つも出てくるの、他にも面白いのいっぱいある、いっぱいある、みんなね面白いのいっぱい作ってて、てか3つ出てきたけど、これあ飲めるんだよこれ、見ててね。あ、ちょっと待って、これアップにしようか、よいしょ、これね、タピちゃんが3つあります、タピちゃん3つ、しかもなんか絵がかわいい、多分作者の方もあるね、そうそうそう、タピちゃん3つあって、飲めます、減った、なんか、あ、これ順番にこうなくなる、はーい、うまありがとう、うまい、これうまいただきました、そう、よいしょ、でもちっこくして、うまこれね、ちゃんと戻る、これすごっ、ほんとだ、減った、そう、これ3本飲んじゃう、3本、はい、全部空にして、あー、超タピオカ飲みたくないこれね、ほっほっほ、はいはい、全部空になりました、どうもごちそうさまでした。かわいいの、これしかもね、これね、ちょっと待って、もう一回増やすよ、これね、見て、でで、これどこまで大きくなると思う？あ、てか大きくなりすぎるとさ飛ばすよねきっと。これはでかい、ちょっと待って、カメラ切り替え、そう、これはでかいね、ちょっと待って、うわ、あ、ここまでだ、なんか抱き枕みたいになったけど。抱き
き枕逆にこれどこまでちっちゃくなるかなっていうね、ちょっと待って、よいしょ、でけー、そうこれね、いろいろサイズが変えられる、はい、ちょっといっぱいここ並べてね、そうそうそう、でじゃあどこまでちっちゃくなるかね、ヒュー、あ、かわいい、これがちっちゃいやつ、あ、見えない見えない、これかわいいね、これね、はい、またバフがそう、これ超かわいい、あー食べちゃったこれごと食べちゃった、これで、あ、増えたよ中身が、この時間にタピオカは3杯はカロリーが怖いでか、そう、これほら魔法のようでしょ、これかわいいね、これちょっと一緒に並べとこうか、貢ぎ物じゃないけどかわいいから、はい、並べといた、これね、面白いっていう、これが標準の大きさですね、これさ飲んじゃうと、はいはい、かなんなりましたみたいな、あ、でもこれさ撤去したらそっちのやつもちっちゃいのも消えちゃうから、まあ、しょうがないね、発表か、はい、さよなら、ありがとう、あとね、そう、あとね、気になってたのがね、いろいろあるんだけど、雨が降るの、ほら、あ、雨降ってきた、すごくない、下ちゃんとほらなんかあのね、下もちゃんとなんていうの、水のポタポタが、ポタポタが、水面が見える、すごいね、面白い、ああこれは面白い、これちょっとさカメラさ、スイッチングカメラで見てみよう、はい、雨降ってます、いかがですか、雨降ってるよ、ピチャピチャ、傘欲しくなるね、これあのね、ニコニコのあのギフトだった傘があるんだけど、アンブレラってここにはないんだよね、あ、でもなんかこの梅雨っぽい感じが、北海道は全然ね梅雨じゃないんだけど、おー見えちゃったそう、こんな感じ、雨降ってる、なんか星空に雨が降ってるけど、あれこれね、なんか雨の具合が変わるんじゃなかったっけな、小雨、あ、なんか大雨もあるっぽいんですよね、どうやらこれ今小雨だけど大雨っていうのもちょっと今度ダウンロードしてみようか、うわ近い近い近いよ、カメラ近い、あ、アジサイ切れた、超雨な感じ、ありがとうございます、うん、じゃじゃん、シュシュー、ちっちゃくしました、ありがとうございます、ララさん、いっぱいね、そう傘欲しくなる、そう、え、北海道梅雨ないの、そうなんですよ、北海道ってね梅雨と台風がないんです、あの北海道になんか到達する前に終わっちゃうのねっていう感じです、よいしょ、うん、戻ったかな、てかこれ雨は面白いね、これあのアジサイが咲いてありがとうございますね、というわけで30分ですね、じゃあ31分になったら1回更新します、更新してまたちょっと続きをやろうかなと思いますね、はい、雨タッタッタラッタラッタラって感じ、タラッタッタラッタラッタラッタ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 ッ、知ってる、タラララえ、あの英語だから歌詞わかんないけど、あの雨に歌えばね、ラララタタラタラタタラナナナタナナ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 タンって、良いね、うん、なんか知ってる、そうなんかね CM になったり、もともとね古い映画音楽で男性が歌ってる、なんかなんちゃらちゃらちゃらレインってやつそう昔ね演奏してたの、 BG、 あのエレクトーンで、曲は知ってるんだけど歌詞わかんない、うん、さあというわけでこの辺で一回更新したいと思います、更新するので皆さんはそのままお待ちをね、はい、というわけで変な格好になるから一旦ここからフレームアウトしようかな、はい、じゃあこれをドーンと置いて一旦さよならしようかな、よいしょ、
というわけで皆さんまた後ほどお会いしましょう。おつみりやてれて、あ、私が見えちゃうとあんま意味がない。ちょっとそのままでお待ちをね。はい、ただいまです。なんかやっぱりね、アイテムとかの音をね、なんか配信に載せてなかったみたいで、ごめんなさいね。ただいまです。なんということでしょう。よいしょ。これ写真が手元にあるとな、何かと便利ね。よいしょ。バフみたいね、ほんとね、これね。よいしょ。はーい、ありがとう。というわけで、少し、またね、この状態で。あー、雨がまだ降ってる。でもこれいいね。雨、雨。はーい、お帰り、ただいまでーす。そう、あのね、ショールームの配信を更新しただけなので、バーチャルキャストはそのまま連続で続いているので、アイテムはなくならずに済んでおります。ありがとうございます。イエイイエイ。アイスありがとうございます。ちょっと待ってね。あ、やっぱり鼻の隙間から見えないのが辛い。ララさん、いっぱいありがとうですね。もぐ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 。はい、もうね、ありとあらゆるものを小さくして貯めとくことにしました、私は。えいこれだとなんかいいでしょ、あの溜まっている様子がなくならないからね。はい、50ミリアありがとう。あ、そうだ、なんかね、歌ってみたをね、すごいね、流してるとね、音引っかかっちゃうんだよね。今度オリジナル曲だけにしないと、なんか YouTube でなんかすごい権利がうんぬっていっぱい来ちゃうのね。大変だから、オリジナル曲だけの瀬取りを組まないとね。はい、50ありがとうございます。そう、なんか歌ってみたでも全部引っかかっちゃうからね。そう、よいしょ。はい、ありがとうです、っていう感じで。よいしょ。あとね、もう少しアイテムがね。じゃあ雨ちょっとやませましょう。えい。今日ちょっと他にね、やってみたかったのがね、この射的棒。よいしょ、出てくるかな。出た。あれ、どこに出た。あー、すごい、バーカウンターごと出てきた。ちょっと待ってね。おー、え、射的のカウンター後ろ、ちょっと待って、位置を変えないとダメだよね。あ、ダメだ、カウンターが動かない、これ。あ、端を持って動かすんだっけ。ちょっと待って、位置をこれ変えるの大変だわ。ちょっと待ってね、変なところに出現させちゃったの、ちょっと。よいしょ。カウンターごと動かす。どっち向ければいいんだ。あ、カウンターが横向いちゃったよね。ちょっと待って。どっち向き？すごいよね、これね。よいしょ。こういう感じで向ければいい。すごいね、これ。よいしょ。こんな感じかしら。大きいのよ、これ。大きい。あ、待って、これ射的さ、見える？見える？これで見える？あ、斜めったね、ちょっと。あ、こんなもん？こんなもん？すごいでしょ？でっかい。そう。これ射的場がアイテムで出てくるっていう。で、プレイヤー1のバッジをつける。バッジをつける。はい。これで、スタートはこれかな？そう、これで、後ろ向くね。見えてます。そう。で、私が今、プレイヤー1に、あ、そうだ、打つものを準備しないといけない。何で打てばいいの？アイテムあるかな？打つためのアイテムを持ってないと話にならないんだけど、射撃できるアイテム私入れてたっけ。これね、銃は出てこないの。あー、射撃アイテム私もしかして持ってないんじゃん。ダメじゃん、射撃できないんじゃん、もしかして。あ、やばい、射撃するアイテムを、打つもの
バット持ってないの、持ってないの、どうしよう、打つもの持ってないよ、スタートしたところで。どうしたらいいんだこれ。アイテムになんかそういうのないかな。投げれるものもなければ、針線しかない。ピコピコハンマーでやっていい。そしてピコピコハンマーしかないピコピコハンマーじゃ射撃じゃないじゃんね。ないわ。ちょっとでもピコピコハンマーよいしょ、しょうがないよ、中に入ってってやるしかない。ハンマー投げダメこれ。あ、反応しない、ダメだ。あ、私は打つものを、ダメだ、打つものを持っていなかった。これね、ちゃんとスコアも出てきてね。そう、あ、なんかすごい、あのラーメンさんって方が作ったやつなんだけど、かわいいラーメンさん。ちょっともうこのラーメンさんを見るだけで楽しいよねこれねラーメンさん見るだけで楽しい。これちょっとさ、ダメだった、ピコピコハンマーじゃダメだったよ。めっちゃなんかあのそちらのお客様やってるけど、ボーンってかわいい。そうラーメンさんがもうこれさ、あ、投げてる。もうねここね、カウンターでねラーメンさんとお話しするしかなくない。マスターかっこいいですって。ちょっとね、そう全然射的にならないのでならないので、ちょっとこの、あ、すごい、なんかかっこいいマスターを見る回になってるねこれねあーすごい。あ、てかこれちょっとバーカウンターいかがですか、一杯どうですかみたいなそう、このねシェーカー振ってる、いやかわいい。もうこれを記念撮影するしかない。ちょっとねカメラをこっちに持ってこようかな。よいしょ、カメラシュッてシュッシュッてやってる。じゃあちょっと記念に1枚いかがですかね。よいしょ、あらかわいい。あ、でねこのねシルクハットがすごいかわいいんだけど、あるんですよ、あのあそこにあるんで。お、あ、もう時間切れってことね、もうしょうがないね。よいしょ、あ、マスターいなくなった、寂しい。あのねシルクハットのような、そうそう、これラーメンさん作ったやつね。あ、私ミニハットにしよう、これミニハットにしたい、こうやってね、そう、こういう感じ。ファイトね、もう全然打つものないからしょうがないんだけどありがとうございます。よいしょよいしょ、かわいい。あ、これね、そうなんか大きさ変えれるの、超ミニハットだよねこれね。よいしょ、こんな感じ、いつも私がかぶってるやつのイメージ。よいしょ、こんな感じでちょっとあのラーメンさんもう一回出てきてもらおう。はいラーメンさん出てきたの、はいはい。じゃあ記念写真をちょっと撮らせていただきたい。あ、カメラに手が届かないからマウスを出したいんだけど、あ、間違えちゃった。アイテム、よいしょ、あ、かっこいいよ、よいしょ、ポインター、はい、持ってきた。というわけで記念撮影をねして終わろう。あ、かわいい、ここにね、ここに瓶乗ってるんでね、シャカシャカしてる。あ、もう一回、はーいこんな感じ、はーい、シャカシャカしてます。さーにいつ、ちょっと待っててね、カシャ。あ、行った行った、オッケー。もう写真撮って終わりだよ今日はなんということでしょう、ほんとね。ミリアちゃん似合う、ほんと。そう、なんかね、リアルでね、こういうミニハットをよく私かぶっておるのですよ。よいしょ、残念なことにちょっと射的はできないのではい、ちょっと今日は諦め、というわけで消しますかね。ありがとうございました、お世話になりましたみたいな。そして皆さんカウントと星の方は一通り大丈夫そうですかね。はい、そして現実ではすごいなんか変な方向を向いてた、びっくりしちゃった。射的場はちょっと
ダメでしたね。はい、というわけで、あとなんかいろんなのあるんだけど、これ宇宙服のヘルメットだってもうすぐ解除、あ、じゃあ待ってますね。そう、これこれさ、こうすんの見えない、 見えた、すごい、待って、これさ、こうやるとさ、なんか中に顔入れたら何も見えなさそうじゃない？これさ、見えたよ、ほら見えたよ、すごい、でもでかいなこれでかいから、あ、でも、あ、サイズ調整できる、これ。これさ、服があれだけど、宇宙行ってきますって感じ。これね、頭 はみ出ちゃう。あ、なんか、口出てるとなんか、違う何かに見える。でもさ、これちゃんとね、見えるよ。周り。こういう感じ。イェーイ。何の人だかちょっとわかんない。てかさ、私昔パーマンがすごい好きで、パーマーセット持ってたの。それ小さすぎるとヘルメットだよね。あー、確かに、そうそう、なんか宇宙の用じゃなくって、でもこれでかい、似合ってるほんと、よいしょ。これさ、ちっちゃいとさ、あの原付き乗りそうじゃない、ちょっとこうやって、あ、原付き乗り、これ原付き乗るよね多分。ちょっとあのシルクハットかぶってくあれだけど、原付き乗ります、私ブーンみたいな原付き乗っちゃうな、これ、そうてかてか、でもさ、これプリンの作者の人と一緒なんだけど、プリンが、そうそう、原付きてかね、プリンがね、ちょっと衝撃的すぎてね、プリンにかなわなくなっちゃうよねこれねプリンがあまりにも衝撃的だった。そうね、いっぱいいろいろあるんだけどね。よいしょ。そう、いろいろね、機能コメント、これなんだろう。なんかいろいろある。あ、これコメントビューアーの一つ。みんな見えてんのかな、これ。ここにもね、コメが出るっぽい。あ、時間とか、あとなんだっけ、 FPS とかが出てるのでタイムキープにいいかもしれない、これね。そう、皆さん本当いろいろ作られますね。んー、そう、へー、これ大きくなった、ちっちゃいとこのぐらいになる。はーい、あ、星ありがとうございます。岩岸さん、はじめましてでしょうか、あ、じゃないのかな。はい、コンミリア、シンガーソングライターのミリアです。いろんな機能で遊んでいる今日。よいしょ。これ体につくんの？あ、体につくんだ。すごい。なんかすごいね。未来的だよね。これね、体につく。ビューは見えてる。すごいね、これね。ほら。ここにもいろいろ情報出てくるから、すごい便利。今ね、ここにディスクトップを出して、皆さんは見えないけどね、そのディスクトップを見て、いろいろ、あ、足が動かなくなったよ、ちょっと。足帰ってきて。よいしょ。電源切れちゃった。よいしょ。そうそう。帰ってきて、ちょっと。ね、帰ってきて。そう、皆さん、ここでね、画面見てるんだけど、こう、ビューは便利だね、ビューは。さっきの方のビューはもう便利だけど。すごい、すごい。これはいい。しかも時間とかが超おしゃれに見えるの。これちょっと皆さん今反対に見えてるよね。こういう感じ？そう。で、体にくっつくけど。体にくっつく。すごい見てて綺麗だよね、これね。さっきの黒くてすごいシンプルなやつだった。このね、なんか、光るもの、私好き。かわいいよね、なんかね、おしゃれでね。これで、いろいろできる。ここにもね、さっきのビューは出してるんだけど。なんかコメビュー、すごい、すごい便利。あ、で、これはコメントだけ、さっきの最初のやつは見えてるんだけど、今のやつはね、誰かがカウントしてくれてるのとか、なんかアイテムがくれてるやつとかも見えてるのかな、これ。カウントがちゃんと出てきてる。すごい、カウントまで出てくるの？わー、すごいすごい。突人数1とかで書いてる。便利ね、すごいですね、作ってる皆さんありがとうございますね。
ですよ。ありがとうって私が頼んでんじゃないけど、すごいの使わせていただいてる的な。てかすごいでしょ今日ここね、いただき物貢ぎ物エリアです。はい、というわけでね、いい感じに、あ、そうだ、キャラメルさんが今カウント、あ、カウントじゃない、解除何分って言ったっけ多分今解除の集めてるのかな、ちょっと待ってますね。はい、という感じで便利アイテムも超いっぱいある、面白いアイテムとね、便利アイテムをいっぱい探してた。あとね、マイクスタンドとかマイクとかもあるんだけど、あとね、そうそう、これね、花粉なんだけど音が出るんだって。あ、持てるかな、これどうしたらいいんだ、持てない、ちょっと、あ、座ったら見えちゃうかな、よいしょ、あ、音が出た、あ、すごい、これ花粉なんだけど、あ、めっちゃ見えちゃうのこれ、こっちに来ないかな、この花粉、ちょっとこっち来て、あ、動かない、出す位置をちょっと工夫しないとダメ、こちらの投げ割り、あ、早い、ありがとうございます、これはちょっと出す場所を工夫しないとダメですね。あとね、ラジカセっぽい何か、それは何じゃ、あ、ララさんありがとう、あ、また欲しい、これ音楽が鳴るっぽいんだよね、ちょっと待って、じゃあ BGM 消そうか一回、これね、音が鳴る、えい、鳴ってる、あ、アップ、再生されてんのかな、これすごい可愛いよね、ラジオカセット、あれ音鳴ってる、音がアップしてるんだけどアップになってない、お、ダメだ、なんかうまく動かないこれはベル、ピロロン、懐かしい、何の音が何だろうこれそう、音が、なんかの音が鳴るっぽいんだけど、あ、鳴った、あ、音楽、これ BGM 用かな、自分の曲鳴ったらいいんだけどね、わー素敵これ自分の曲鳴らしたいな、ちょっと踊る感じ、いい音、これあれですよ、実際こう空間で鳴ってるから音がいいはず、うん、あ、今解除になった、ララさんありがとう、踊りたくなるね、これね、これは大きさ変わんないのかな、これはこのまま、なんかこの音楽あれだよね、月のワルツみたい、あららさんありがとう、なんかダンダンダランダンダンダランダラララみたいな、ダンダンダランダ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 ンラララララララみたいな、まあ超オシャンティーないい感じ、ちょっとこれ置いとこうか、超雰囲気がいいねこれねはい、あ、ハッサムありがとう、これは良い BGM、 よいしょ、あとね、なんかいろいろあるんだけど、ヘッドホンもある、音系なんか自分の音を仕込んでなんか流したいんだよね本当は、そういうアイテム作りたい、自分の音楽を仕込んだやつ、これはどうやって使うの、ヘッドホン、ヘッドホンってあったけど、あ、耳についた、
それ、あ、あとか言って、これどうなんだ、聞こえんのかな、なんか、あ、音楽聞こえた、ちょっと待って、なんか聞こえる、みんなにも聞こえんのかな、これ、ちょっと待ってね、この BGM を消さないと、ラジカセ、ラジカセ、なんか音楽聞こえるけどみんなにも聞こえてる、これ、あー、これなんかフリー音楽素材のやつかな、おお、音が変わった、なんか聞こえるね、あ、これヘッドホンなんだけど音聞こえるんだ、面白いね、なんか聞こえる、ちょっとちっちゃいけど、うんうん、音量がちょっとわかんないんだよな、あ、でもそこそこ聞こえてるかな、ね、これヘッドホン、なんか音が変わるんだ、ピュッてやると、キラー、なんかいいムーディーな感じのね、はい、てか私もね、ちょっとね、なんかこう BGM 風の何かを作れるようになりたいな、なんかこう歌物ばっかりなんで私が作ってるのね、こうさりげなく配信中とかに流せるような素敵音楽を作りたいな、おお、なるほどね、こういう感じのアイテムね、理解した、よいしょ、そう、私の音をぜひ皆さん仕込んでほしい感じね、よいしょ、うんうんうん、面白い、ミディアシャン音源ワクワク、 BGM 欲しい、そう、 BGM 専用のなんか私が作ったフリー素材的な音楽もちょっと置いてもいいのかな、配信とかに使ってねみたいなやつね、配信用、配信動画用みたいな、 BGM 集みたいなあったらいいよね、今ちょっとね、あの作ってる曲終わったら、そう、人に提供っていうのもやってみたくて今ちょっと考えてますね、うん、あ、ありがとう、ちょっとお茶飲んでいい、はぁ、はぁはぁしてきた、はぁはぁってなんだ、お茶を飲むよ私は、はい、さっきのタピオカが美味しそうだった、はぁ、お茶、よいしょ、よし、じゃあ最後に一曲歌って終わりたいなと思うんですが、待って、もうちょっとチェックしたかったのってあるかな、ちょっと待ってね、ね、そう、あ、そうそう、なんかバーチャルキャストのイベントカレンダー、わっ、かわいい、バーチャルキャストのイベントカレンダーなるものがあるのを聞きまして、なんか私もイベントやってここに載せてもらいたいな、どうやったらここに載せてもらえると思います、皆さん作ってる方に言えばいいのかな、誰ですか、よいしょ、すごいね、バーチャルキャストイベントカレンダー17、明日ね、明日は、あ、朝6時から8時半って早くない、随分てかね、ちょっと今動くカメラがすごい目の前をうろうろしててあれだから消しちゃうね、よいしょ、はい、よいしょ、ニコニコ生放送定期メンテナンス、あ、そんな早い時間にやるの、びっくりね、はい、そう、イベントカレンダーあるのよ、バーチャルキャストよね、あ、これね、なんかね、 VR チャットの空間にもどっかね、あるの見た、なんか他の場所にも設置できるっぽい、そう、8時半 V キャスチャンネル、そうで、あなたの VCI ご紹介します、なんか今公募してるみたいなんでね、なんか VCI 作ってる人はなんか参加してみたらいいんじゃないかな、あ、でももう締め切ったんかな、これ、はい、で18日が V ラジ、お、なんかさ、私もさ、あの定期的にやる配信とイベントをさ、こうやって告知してもらえたらさ、なんかもっと人見に来てくれるかなね、あとね、今考えてるのが、ニコニコと、あのショールームを両方なんか、なんていうの、連携したい、一応私ニコニコのチャンネル結構そこそこあの人がいた、何百人とかいたの確か、
そう、いるんですよあのニコニコの私のあのチャンネルじゃなくて、生放送はあれなんだ、コミュニティか、私のコミュニティが実は2008年ぐらいからあるんですよ。ずっと眠ってますけど、ここ数年眠って、3年ぐらい眠ってんのかな。そう、起こしてあげたい気持ちもちょっとあって、そっちのかつてのミリアのお客さんも呼んできたい気持ちがあるんですよ。すっかりニコニコの私のコミュニティがあのおとなしくなっちゃってるんでね。どこかサイトにイベントを登録すればいいのかな。ね、ちょっと、あ、4週目完了。すごい、ララさんありがとう。そう、なんでちょっと宣伝していきたいところですね。と、何これ、ブイラジゲスト、まみつもるさん。オカマバーだって、すごいね。オカマバー。そう。あ、つくもバーチャルショッピング。そう。ね、なんかゲストでお呼ばれとかしてみたいな。うちのパソコンもつくもさんですみたいな。あおみちゃんありがとう。そう、結構みんな解除されてる今。V カメラ部カメラ撮影講座第1回、あ、第1回なんだ。10時からボイスロイド、え、ボイスロイドなの、キャストロイド放送局。なんかボイスロイドってあれだよね、あのゆずきゆかりさんもそうだよね。そう、あのボーカロイドと両方なのね。そうね、21日日曜日、野球の本読んだ話って何それロヒの部屋、ヌック、ゲストヌックさん、ヌックさんで10時に、うん、22日の10時に RP サッカー場、なんかいろいろやってるの知らなかった。23日10時アタック25 in V キャス、なんかいろいろやってるんだね。下になんか書いてあるけど、なんだこれは。バーチャルキャストイベントカレンダーは誰でも自由に予定を登録できますだって。え、あ、そうなの。じゃあ私もなんかこの日にこれやるよっていうのを登録すれば私も出してもらえるんだね、これね。やってみようか。バーチャルキャストイベントポスターカレンダーは坪倉さん、あ、坪倉さんの VR チャットイベントカレンダープレハブのアイデアデザインをもとに 100の人が作成し、CCBY4.0 オアミッドのデュアルでライセンスで公開しています。あ、やっぱり見たこと、いつもほらオケさんのね、あれでイラストで VRC に VR チャットにあるけど、あれのバーチャルキャスト版なんだね、やっぱね。そんな気がした。ミリアちゃん登録しないと、本当だね登録しないと。じゃあちょっと今度ちゃんと、あ、でもオケちゃんがね、またちゃんと入れるかテストしないと、ゲストを呼ぶのはちょっと危険だよね。バーチャルキャストイベントカレンダーってツイッターアカウントからリンク飛んで登録できる。あ、そうなんだ、すごいね。じゃあちょっとやってみよう今度。はい、こんな感じでこんなのを見つけました。あのあれですよ、もう VR チャットでだといつも起きたのね、イラストでなんかあるけど、なんかね、既視感を感じたけど、やっぱ坪倉さんのが元になってるですね。あ、ていうか私ほら坪倉さんもお蕎麦屋さんもフレンドだから、あ、そうだから私あの自分のところにゲストでお呼びしたいね。あの坪倉さんとか、あのお蕎麦屋さん田辺さんもだけど、田辺さんの場合は VRC の田辺ワールドの方がいいよね、多分ね、やるならね。よいしょ、ゲストさんは無理やり誘拐してまあそんな感じでですね、はい、こんなイベントカレンダーもありますよと。これちっちゃくはなんないのか、これ。あ、これは、あ、なった？あ、なんない？あ、なったね。これコンパクトになる。はい。読みにくいけど。これね、なんか、確かね、公式の部屋にはもう設置されてるっぽいんですよね。見たことあるなと思ったら。っていう感じですね。はい。面白いね。みんないろいろ本当作ってるよね。すごいな。よいしょ。っていう感じで。あ、キラキラ。あ、暴れん坊さんありがとう。よいしょ。で、あ、また間違えちゃった。消すやつを違うやつ消しちゃった。ちょっと待ってね。いっぱい出したら分かんなくなってきた。これを消したいんだけど、あ、これね。そうそう。あ、これはなんだかよく分かんない。何これ。これ何？あ、
水面が上がるやつだった。あの下に落ちたアイテムをこれ取れるよってやつだね。すごいねこれ。ちょっと水の中に埋もれちゃったんだけど私。あ、なんか水面の色が変わる。わー怖いよ。あーびっくり。わーちょっと待って。そう、そんなのもある。これちょっと下に水位を下げてほしいんですけど、どうやったら下がるの。あ、これと同じ位置に行くの。あ、なるほどね。ほらこれで、あ、全部上がってくる。すごい。これさ、上にやったらさ、あのそこの貢ぎ物も上がると思う。あ、これ上がんないんだ。下に下がっちゃったやつを持ち上げる。すごいね。これコインの音がティリーンって、ちょっと懐かしい感じよね、ほんとね。やばい、これ面白いんだけど、ただ水浸しになっちゃうね、私がね。水浸し。よいしょ。ああ。これで色とかが変わるの。すごいね。よいしょ。ちょっとこの米病、そっちに置きたい。よいしょ。よいしょ。ねえ。あ、これか。これで。ああ、これでこうやって。ああ、上に。でもこれ邪魔になっちゃうね。よいしょ。これが見えないようにはできないのかな。これ、ずっとあると、真ん中にあると気になっちゃうわね。よいしょ。はい。あ、なんか私ずっと水の中に、これでさ、雨降らしたらさ、完全にさ、あれになるよね。ちょっと、雨の中の人。ほら、あー、これ大雨にしたら洪水の中の人みたいになっちゃう。すごい。わーい、雨降りました。はい、というわけでこれ、あの片付けたらあれかな、水面なくなるよね多分ね。あー、びっくりした。あ、ミルク出しちゃった。ミルクいいや。そう、そんな感じかな。ちょっといろいろ試したかったのがいっぱいありました。面白いね。あとね、バイブの公式でね、あ、下に落ちた。すごいアイテムが。ほらこれ、あのバイブコスモスのエリートのセットですね。いいでしょこれ。うちはね、こんなすごい性能のやつじゃないけど、こういう感じでやってますよ的な。ベースステーションこうやって実演できちゃうね。こうやって対角線上にベースステーション置いて、これ私が使ってるコントローラーと一緒です。今こういう感じでやってて、その鼻の隙間見えない見えないって言ってるのがこの状態ですよ。これで今やってるんです。今の私ですね、これね。よくできてる。これ私が今使ってるコントローラーまんまですけど。エリート欲しいんです。エリート欲しいよ。叫ぶ。今の私この姿ね、大変でしょ。これに腰と足つけてんだけど、そこまでさ再現したらさ完璧だよね。これでさ、こうやって今こうやってやってんだよね。ほんと顔につくのがいい。あ、星ありがとう。あ、氷さんありがとう。そう、よいしょ。というわけでこの曲で今日はエンディング。あ、でも一曲歌えるってね。リアルの世界から見たら怪しい人。そうそう。あ、でもこれね、つけてもちゃんと前が透けて見えるようになってるの、すごい。もうめっちゃ私もバイブ大使になりそうだよね、マジでね。うん、ハムチケのハムカメちゃんさん、ご視聴お届けありがとうございます。はい、というわけでじゃあラスト1曲こんな姿で歌って終わろうか、ね、超 VR の人だけど実際これだからね。今これだからね。今なおこれだからね。そう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 。じゃあ歌詞見るあのアイテムもちょっとなんか仕込まないといけないんだけど、今は歌詞見れないから、あ、わかる曲にして終わろう。じゃあ今日とてアウェイクニングを歌って終わろうかなと思います。この格好でかっこいいね、ある意味。カウント50ありがとう。じゃあカメラも荒ぶろう。あ、これがない。Once people have lived, we spend
はい、すごい格好でアウェイクニングをお送りしましたが、これね、今の私の真の格好ですからね、言っとくけどありがとうございますというわけでねいや、で、リアルにこうですからね、大変ですよ、ほんとね。というわけで今日はこの辺でお別れしたいと思います。ありがとう。あ、これも、もういいや、いっそのことね、全部記念撮影すりゃいいんじゃないかなと思うよ、私は。あー、パチパチありがとう。はーい。よいしょ。あー。そう、これ、ね、これさ、だからね、毎回数時間やってたりするわけですよね。だいぶ頑張ってるでしょ。重いんですよ夏なんか汗だくね。お疲れ様。ちょっと待ってね、この姿で記念撮影をしたいんだけど、よいしょ。カメラ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 どこじゃー、キャプチャー、えい、よしよしよし。というわけで、はい、ありがとうございます。うー、かっこよかっこよとか言って、1、えい、5、4、3、2、1。あー、半面になった。やめて、半面になったよ今。どういうことなの、ちょっと半面、まさかの半面なんか5、4、3、2、1、よし、 OK。 というわけでツイートして終わろうと思いますね。はい、おう、ちょっと待って、あ、ラーメンさんと撮ったやつもある、よいしょ、ラーメンさんと撮ったやつと、ツイッター、今のやつ投稿する。はい、というわけで2つとも投稿できたかな。なんかね、ここにね、あるやつがね、リアルに目のところにあるやつだから面白くてしょうがない。はい。あ、来た来た来た。こんな感じね。こんな感じね。はい。私実際こんな感じね。はい。というわけで、よいしょ。はい。皆さん、今日もありがとうございました。皆さん、おやすみ、リア、またね。いっぱいありがとうございました。おやすみ。はーい。うん。半面のやつツイートしなかったよ。部屋のドア開けられたらその姿、そう、確かに。たまに親来てびっくりするみたいな。今ないけど、今ないけど。はい、おやすみ、リア、またねー。